皆さんこんにちは、朝比奈由紀子と申します。ラクジェです。いつもご視聴ありがとうございます。訓練してみようのコーナーです。何を訓練するかというと、朝比奈さんでしょうか。なんて言うわ、この私が2代目に買ったギターで、ヤイリ君というんですけれども、KID YSL-1X、 1998年のギターです。このギターは私がセーブ・ザ・ラスト・ダンス・フォー・ミーと、リズム・オブ・ザ・レイン、悲しきアモートを演奏したギターです。なぜ訓練しようと思ったかというと、ナック・ジェイさんのギターでギブソンの J45 とか、ヤマハの赤ラベル FG110 の音の感じが私とても好きで、少しでもそんな音に近づいたらいいなと思って、訓練することを決心しました。豚バラを訓練して美味しいベーコンができるように、ギターも訓練するととてもいい音になるそうです。それでは訓練前の音を聞いていただきましょう。それではスペックをどうぞ。それではスペックをどうぞ。K やりの、何ですかこれ。YSL-1X です。あ、はい。あのギブソンの LG2 のコピーモデルになりますね。はい、ただ実際ちょっとあのスケールが長いと思います。で、トップはスプルース。これ単板です。ほんでサイドマックが魔法ガニですね。指板はローズで、ブリッジもローズだと思います。はい、はい、それでは訓練に行ってまいります。レッツスモーク。ただいま。無事に訓練から戻ってまいりました。朝比奈さんなんですか。なんでよ。いや、ちょっと老けたかなと思って。なんでよ。ヤイリ君が無事に訓練から戻ってまいりました。訓練のいい匂いがしますね。では訓練後の音を聞いてみましょう。音の変化が分かりやすいように訓練前の弦をそのまま貼ってあります。それではどうぞ。
ナックジエさんに演奏していただきましょう。弾いた感じとしてどうですか？あのですね、こう1人がすごくこうエッジが立った感じがあって、はいはい、なんかちょっとこっきりした音像といいますか、はい、はい、あの訓練の仕組みっていうのはどんなもんなんでしょう？訓練をするとですね、あの木の木材の中のセミセルロースっていうのがこう化学変化を起こしまして、その固着して、はい、その材が歪みにくくなったり歪みにくくなったりするわけですね、はいはい、それとやっぱりあの軽くなりましたね。なんか多分水分の含有量は変わったと思います。あ、でこうちょっと乾燥したみたいな感じ。そうですね、カラッとしてちょっと、ね、ちょっとヴィンテージのあの感じが、はいはい、特に、はい、下の方が一二弦のあるように思います。ほんでそのさっき言ったあのセミセルロースというのは、はい、あのコンクリートに例えるとその鉄筋と鉄筋を結ぶあの針金、はい、でその鉄筋がセルロース、はい、鉄筋と鉄筋を結ぶその止める針金がセミヘルロース。そんでコンクリートがリグニンという感じの構造なんですけど、はいはい、そのやっぱりその訓練されてその鉄筋がと鉄筋を結ぶ針金がこう強く固着することによってやっぱりこう、はい、あの材が非常に歪みにくくなったりとか。うん、いう効果があると思います。はい、あの私の知り合いがあの何人も訓練に出されている方がいるんですけれども、まあ、あのその方々の感想としては、あの訓練に出したら音の輪郭がすっきりして、あの余計な倍音がなくなるっておっしゃってたんで、あの私この八重君なんですけれども、あの前ちょっと音が曇ってるような、あの弦とブリッジの間に布を挟んでるみたいな、なんかそういう感じの音がしてる気がしたんで、あの一度訓練に出してみたら、あのその辺もすっきりするのかなと思ってやってみようと思いました。あの正直なところ、あの訓練した後にその音の変化っていうのが私に分かるんだろうかという、まあ、そこが一番心配だったんですけれども、あの訓練から戻ってきていつも弾き慣れた曲を弾いてみたときに、明らかに音がくっきりなって、あの変化が分かったので、あの出してよかったなと思っています。はい、あの、まあ、訓練するのにあのギターだけじゃなくて、あとブリッジピンとか、あとあのマンドリンのブリッジとかだけ訓練するだけでもあの音が変化するらしいですね。で、あと訓練のデメリットとしてなんですけれども、まあ、大体10時間ぐらい煙でいぶすので、あのベーコンのようなあのスモークの、燻製の匂いがしますね。しますします、はい、あのまあ、時間が経ったら薄れてくるらしいんですけれども、まだあのケースを開けたらもわっと燻製の匂いが、いい匂いがしますね。あとナットがちょっと黄色くなるのと、それからあのこれはメリットかなって思うんですけれども、あのギターによってはあの戻ろうとする力が働くらしくて、
弦高が低くなったりする場合があるらしいんですね。で、弦高低くなると弾きやすくなるので、それはメリットかなって思うんですけれども。そうですね、はい、かなり弾きやすくなる、はい、そうですね。それで、これは公演の前に動画を、朝比奈さんの弾き語りの動画を撮ったのですけど、はい、悲しき山音、はい、リズムオブザレインです、ね、はい、それを撮ったんで、で公演後でもじゃあその悲しき山音をこれからちょっとこの後撮ってみたいと思うんですけど、はい、いかがでしょうか。はい、わかりました、はいはい、うまく編集できるかどうかはわからないんで、編集できたらこの続きあります。はい、なければこの後エンディングです。ではではよろしくお願いします。ナックゼイさんのことなのでうまいこと編集してくださると思っています。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。Listen to the rhythm of a party landLet me climb back, let me be along again. The only girl I care about is go away, looking for the brand new start. I'm with that if you go, let me climb back, let me be along again. The only girl I care about is go away.That when she let her stay, I'll always say she took my heart. Lame priest, tell me now that's not seem fair. For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is goShe let her stay. I know it, but she took my heart. They want to tell her that I love her so. Please, that's the time to set her head aglow.To let the love we use start to grow. Listen to the rhythm of a body lay, telling me just what a fool I've been. I'll win that if you go and let me climb back and let me be alone again. Oh, listen to the body layBody lay, bitter, better, bitter, better, whoa. みなさん、いかがだったでしょうか。動画では音の変化が分かりづらかったかもしれないんですけれども、私は実際に弾いてみて弦一本一本がくっきり鳴るようになって明らかな音の変化が分かったので訓練してもらってよかったと思います。また他のギターも出してみようかなと思っています。皆さんの参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。